アルバート・ジョゼフ・ムーアは、ビクトリア朝時代のイングランドの画家である。1841年9月4日、イングランド・ヨークに、著名な肖像画家のウィリアム・ムーアと、その2番目の妻のサラ・コリンガムとの間に13男、第14個として生まれる。彼の兄弟には他にも芸術家として、教育を受けた者がおり、その中には、海の画家として知られるヘンリー・ムーア、RA がいる。 アルバートは大主教ホルゲート学校とセントピーターズスクールに通い同時に父から線病と絵画の技法の教授を受けた。目覚ましい上達を見せた。彼は1853年5月12歳にも満たないうちにケンジントン科学芸術賞からメダルを授与された。ムーアの初期の作品はジョンラスキンの影響を受けている。 1859年には建築家のウィリアム・エデンレス・フィールドと共にフランスに滞在した。1861年には窓から外を見やるヒセラの母、アハブの戦車の前にイズレールへ駆け寄るエリアの2作の実験的な宗教画を制作した。一方で、ムーアは後に装飾的画家として開花させることになる際立った技術の方画をすでに見せていた。 1860年代には、モリス・マーシャル・フォークナー社に、タイルと壁紙とステンドグラスをデザインし、また、ギリシアや英国内で、壁画家として活躍した。この頃、ムーアの作品は新古典派の特徴を著しく示し、彼は大英博物館で古代彫刻、とりわけエルギンマーブルの研究に熱中した。1860年代半ば以降の絵画作品には、ムーアの装飾や、 色彩の調和への関心が明らかに現れている。金星化された体型の新古典的な膝のある衣装と花の装飾を身につけた一人の女性に典型される彼の作品は、有意義主義運動の大きな要素となっている。1860年頃、ムーアはシップレイで天井画を描き、ついでランカシャーのクロックステスでも天井画を制作した。 1862年から63年にかけての冬は兄弟のジョン・コリンガム・ムーアと共にローマで過ごした。ここでムーアはフォード・マドックス・ブラウンとエドワード・アーミテージの影響を受けたエリアの犠牲を描く。63年にはクレイブン公の依頼でコーンブアビーのキッチンに壁画を制作した。1877年以降はグロスブナー・ギャラリーの常連展示者となった。 1864年には、ロイヤルアカデミーのフレスコ画家に、季節を出展し、人物の優美な足のポーズと、繊細な衣装のひだが字幕を集めた。1865年には、ムーアの純粋な装飾絵画の初の超連作となる、大理石の椅子を、ロイヤルアカデミーに出展し、同作は、ムーアの代表作となった。これ以降、彼は、装飾絵画のみに注力することとなった。 ムーアのすべての作品は人物描写の基礎である真の古代イギリシアの精神に取材したポージングと色彩への深い思想と精緻なハーモニーの産物である。ムーアの絵画の最大の魅力は体にかけられた半透明で織物のような衣装の繊細で落ち着いた等にある。作品名は完成後に付けることが多く前もって付けることはほとんどなかった。作品名には ある画家の音楽への賛辞、貝殻、本を読む人、夢見る人々、羽根付き、バドミントンの羽根、筒子などがある。ムーアの作品は絵画のごく限られた分野で、大衆よりもむしろ一握りの鑑定家により熱烈に支持された。完成前に安く売り払われることも多かったが、一方でパトロンには恵まれた。また、最後の晩餐など、 その他の重要な装飾絵画の作品を、ロッチデールの教会やクレアモントンのホール、クイーンズシアターの舞台全部、ロングエーカー、リーマンテイのクジャクのフリーズなどに提供した。ムーアは独立心の強い性格で、社会的にも芸術的にも自分の判断だけを頼りにした。彼のやや口差がない考えが障害となって、彼の作品が長く注目の的になっていたロイヤルアカデミーにも、 長年候補となっていながら、なかなか入会が認められなかった。激しい苦痛を伴う治療不可能な病に侵されながらも、彼は最後の重要な作品を不屈の気力と決意で仕上げた。その後1893年9月25日に、ウェストミンスターのスペンサー通り、ビクトリア通りにで没し、ハイゲート、共同墓地に埋葬された。最後の作品である。 季節と風の愛は、マカロック詩のために描かれたもので、ムーア作品の中でも最も装飾的で入念なものに属し、ムーアがタイトルを解説した三連の詩を残した。ムーアの作品は現在、バーミンガム、リバプール、マンチェスターなど多くの主要な都市の公立美術館で目にすることができる。ムーアの作品展は1894年に、ロンドンのグラフトンギャラリーで開催された。 ムーアの作品は現在英国中の公立美術館に所蔵されているほか、テートのブロッサム、また水彩画はロンドンのビクトリアアルバート博物館内のオープンブックに所蔵されている。ロンドンの大英博物館はムーアの初期の描画を収蔵している。ありがとうございます。